謎などだ。この謎はまだ謎などだ。ああ、この謎はまだ謎などだ。この謎は謎などだ。この謎はまだ謎などだ。リカさん、さあ乗って。早く。あ、こんな、待って。ほらこっちの階段。待ってな。やらったが。腹減ったが。おい問題児。万引きか？常習犯だな。親は怒らねえのかよ。諦めてます。あの家で私は邪魔なだけで、弟がいるからいいんです。だから義務教育終わったら家を出て一人で生きていきます。どうやって食っていくんだよ。何だってできます。女なら誰でもできる仕事もあるし。塩ラーメン混ぜて、卵混ぜて、メンマかき玉がいい。やっぱりな、かき玉の人知らないんでしょ。俺は病んでる。もう聞こえるはずのない声なのに。卵固まっちゃうから早く混ぜて。見えるはずのない姿なのに。あ、早く。ねえ、卵固まっちゃうよ、ジンタン。これはき聞こえてますか？戻す必要なんてない。そう？私はあなたたちの世界好き。おぎゅー！なんで邪魔するの？水？私はただ踊りたいだけなの。水？踊りたい？踊れないと私のこと誰も見てくれないの。私は踊らなきゃならないの。先ほどのリベンジですね。団体戦初出場の清澄高校が決勝進出です。心配しなくて大丈夫です。なんか不思議な感じ。麻雀を好きでもないあなたに、目が覚めたら私たちの出番。どうせいつかはみんな死ぬんだし、ほら天国で会おうよ。じゃん、リストアップしといたの、死ぬまでにしたいこと。次の駅で新幹線に乗り換えます。君も覚悟を決めなさい。腐ってるのは膵臓です。ほら、楽しいとこってどこだよ。それは秘密だよ。彼女の病気が治りますように。でしょう。違うよ。大丈夫なのか、襲われたって。心配してくれてるんだ。キャラじゃないよ。悪かったな。いい人だね。あれよ。ありがとう。
私、大島。バカ。あーちー、コタクがいじめる。いっちゃう？うん、告るなら今でしょ。先生、サマルンってさ、もしかして俺のこと好き？ねえ、すよねえ。コーヒーでも飲みます？じゃあなんで好きかなんて聞くんですか？鈴井さん、食べません？死んでるね。メアリさんにお願いしてたんです。は？は？すっごく美味しくなったんですよ。尾崎京子と申します。え、私に何かご用ですか？取引をさせていただきたい。取引をさせていただきたい。なぜ2回言う？まあ、大事なことだからじゃないですかね。フェス券というのをご存知か？知らん。行くっていうのが実にくだらんサークルだ。お二人をそのロックフェスに招待して差し上げようと思いまして。え、なぜ？招待して差し上げようと思いまして。また2回。まあ、大事なことだから。あ、でも僕たちそういうのみじんも興味がない。いいえ。あ、いや、へい、ちょ、いや、いや、いや、へいって何？へいって何？へいって何？閉める！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 閉めろ！閉めろ！やってみせよう、羽村くんの部屋で。ご飯食べた後。もちろんです。グレーッツでなりました。もう、あの、僕の分。待ってるだけじゃ始まんないよ。だからなきゃって。本当は忘れてほしくなんてなかった。カンナ、こっち向いて。カンナ、こっち向いて。もう向いてる、もう向いてる。教室です。頑張ってる。あれ、忘れちゃったな。教科書見せて。もしかしてアクション？はるちゃん！もうちょっとごめん、お嬢さんたちボリューム下げてもらっていい？何、お知り合い？私の実家の隣の向かいの隣に住んでたたまるあきちゃんです。近所ってことな。一緒に料理になりたいと夢を語り合った仲です。え、ってことあれか、お前のその生まれた村から出てきたってことか。そうなんです。村人全員このテンション。でも急にどうして？は？俺らが？こいつらと？はい、まるで雪写しです。じゃあもしかして吉川さんは毎日協定を？協定？そんなの一回もやったことない。ほらやってない。はい、似てない。な、競輪には狂ったようにハマってるかな。特設ウェディングステージ。あ、はい、そして可愛い。みなみちゃんやばいよ。やばいよ。あーあと、とどうなすの？開く場所がなかった、はい、大丈夫大丈夫。開く場所がなかった。みなみちゃん開かんでよね。そう一切開かんでいい。生まれたばかりの赤ん坊っていうのは目が開かなくても口だけは動くんですね。目が浜辺さん、ちょっと、僕一生懸命話してます。ずいぶん目がうつろうつろしましたよ。あ、え、すごい、うなずいた。初めてです。生シャチが初めてで、いや、ちょっとすごいテンション上がっちゃう。あ、すごい。あ、うん、あ、かわいい。おー、便利。あ、すごい。結構私、インドア派であんまり家から出ないんですよね。朝みたいなところに行ったことがまずないので、行ってみたいです。食べることが大好きです。
海ですね。この謎はまだ謎なのだ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 。